イジーな音はあまり気にしないでください。次、皆さんご存知な方は多分今、40代ぐらいの方じゃないかな、40代から上の方だと思いますけれども、私がまだ睾丸の美少年だった頃ですね、まあそういうことそういうことにしておいてくださいよ。睾丸といっても赤い顔の睾丸の美少年でございます。その以外の漢字は当てはめないでくださいね。すいません、すいません、まだ引いたかいので、その頃、とてもあの人気のあったミュージシャンで、私が大尊敬するミュージシャンがおりまして、この間音響でですね、静岡の、ブルーノートというところで初めて、30年ぶりぐらい、年割れちゃうね、30年ぶり、40年ぶりぐらいにね、お会いしまして、音響担当させていただきました。もう感激でして死にそうになりましたけども、その、非常に、尊敬する原田真二さんのタイトルをやりたいと思います。Oh!
ありがとうございました。